常閣友の会のコーラスです。張文乃さんにじゃあマイクをお渡します。私ども行閣同好会、行閣コーラス同好会のものでございますが、30周年を孫文記念館の開館1周年にアグネス・チャンが歌う海は我がふるさと、チャーハイやクッタンを聴いてあれが歌えたらいいなっていうことで張先生にお願いしましたのが、会館がオープンしまして数年後でございました。太極拳同好会、そして二胡同好会が私どもより前でございました。その時数人のもので始めまして、10周年20周年頃は30人ぐらいいたんですけれども、高齢に伴ってまた初めの人数に戻ってまいりましたが、この頃は半紙を練習しております。今日はそのうちから3曲張先生の指揮、そして文章霊先生の伴奏で歌いますので、どうぞお聴きくださいませ。よろしくお願いします。春行おこね、春眠暁を覚えず、諸々に天朝を聞く、やらい風雨の声、花おつること新聞多少ぞ。
聖夜市儀博商船月光を見る歌の楽はこれ地上の下かと光明を上げて三月を望み神戸を垂れて故郷を思う
朝の雲に似て求むるところなし。どうもありがとうございました、ちょっと時間を押してます。それでは終演にあたりまして、フェスティバル実行委員長で洋楽友の会企画運営委員長の後藤みなみさんよりご挨拶をお願いします。愛した日本人の朗読劇と異常過去友の会にご演奏、それと今お聞きになった、
コラスの、今回の歌はいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。今日はもう張先生が歌ってくださったっていうのももうなんか鳥肌が立ってあの嬉しかったとか、あの成尾先生もあのお忙しいプロの方でなかなかね、あのご指導はいただいてますけれど、生で聞こえる、みんな今日はラッキーです。でこのあの要はその歳末ね、あ年末でちょこの忙しい時、今日帰ったら宝くじ買ったら当たるかもわかりませんっていう気持ちで今日はとても嬉しいです。それでお忙しい中たくさん本当にあのご参加いただきまして、あの感謝申し上げます。はい、今回もあの司会から最初ご説明あったように、あのうち の, あの同好会の中国古代史 の, あの吉村春あの代表があのこのご縁で、それであの生き合い SN さんとあのご一緒にコラボさせていただきまして、いつもはあの県立舞子公園で、あの今うちの会長も紹介あったように、その祖母にあの記念館遺書書くあので活動したりしてますけれども、今日はね中央区まで来て皆さんとこうやって会えてとても嬉しいございます。で今ねちょうどクリスマスなんかで、あのイルミネーションですか、すごい夜でも綺麗に見れるようなね、あの年末いっぱいあの、そういうクリスマスのイベントたくさんありますので、ぜひあのお誘い合わせであのいらしてください。で本日お忙しい中、あの総務記念館の愛心翼館長様がご来賓で来てくださいました。それと神戸市あの市長室国際課の国際部国際課 の, あの専門職の松田隆明様もあの今日はご留守でくださいます。本当にお忙しい中ありがとうございました。あのこういうあのとても気持ちのいいね、あのこういうふうにあの温かく、ね、歌を通して劇を通して、それで皆さん と, あの、こうやって一緒にねあの活動できて、あお家の活動を見ていただけて本当に嬉しいございます。で、まあ、あのまた来年の1月、まあ、宣伝させてくださいね。次はもう今年は今日が一番大きなイベントで終了しますけれども、来年の1月29日28日が中国の春節、要はお正月ですね。それであの、南京町すぐ元町のね南南京町に春節祭毎年されてます。で今年うちの春秋の集い、まあ、いわく新年会みたいなものがもう1月29日のお昼で、あのこうご飯おいしい中華料理食べて、それからその春節祭あのみんなで巡るっていう感じで、で、うちの会あのご参加いただけたらあの会員募集 の, あの紙持っておりますと会員証もすぐ発行できますので、ぜひ、はい、あのお帰りの際声かけていただけたら嬉しいございます。で Facebook ともあのホームページとも随時、ね、あのこう動きをあの情報提供しておりますので、ぜひまたあ見ていいねとか押していただいたら頑張った甲斐があるという感じであります。本日本当にあのお越しいただきまして、あの心から感謝申し上げます。良いお